日本長崎県諫早市、小野々は長崎県諫早市南東部の地区、北高木郡小野村に由来する、諫早市小野地区諫早市南東部に位置し、長崎県内最大の平野である諫早平野の大部分を占める。小野地区の北部は平野、南部は丘陵地帯と様相が異なり、この中央を島原鉄道線と国道57号が東西方向に横切る。 北部には江戸期から明治、大正にかけての干拓地が広がり、主に水田として利用されているが、300年以上前の干拓地では住宅地や商業地も見られる。長野町内の国道57号沿いにはロードサイド店舗が立ち並ぶ。諫早湾側には諫早湾干拓事業による中央干拓地があり、畑として利用されている。南部は 高信用に紛失した安山岩類からなる丘陵地帯で赤崎町の一部で畑として利用されているほかは大部分を森林が占める内は町名設置前のあざな中学校小学校大型店飲食店コンビニその他写真で見る伊佐早湾の干拓佐早湾干拓事業農林水産省2019年10月5日閲覧 諫早湾観拓事業の概要。諫早湾観拓事業。農林水産省。2019年10月5日閲覧。星十ウト2004コンピラ山頂。諫早市。2019年10月5日閲覧。諫早市内主要路線図。PDF。長崎県 A バス。長崎県交通局。2019年10月4日閲覧。 うなぎの糸口里。長崎旅ネット。長崎県観光連盟長崎県文化観光。国際部観光振興課。2019年10月4日閲覧、長崎県諫早市。選手たちが通うという焼肉屋焼肉。ちゃんぽん。国分大地のお散歩ジャパン。お散歩ウェブ事務局。2019年10月4日閲覧、野口八太郎記念美術館。逆年譜。 長崎市、2019年10月4日閲覧、ノーベル科学賞、下村博士の銅像と講演、諫早神社、2019年10月4日閲覧、ありがとうございます。